もしもし。こんにちは。こんにちは。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。間に合いました。私。なんで？そうですね。ギリ間に合いましたね。私のラインで。そう。え、あ、本当だ。ヨルミさん可愛くないですかその服。え、いいでしょう。いやでも水戸先輩もめっちゃ可愛いじゃないですか。へへへ。このうさ耳、ウソロじゃないですか。へへ。あ、そう、あのウソロだなって思ってこれにしました。え、実際。もしかして好き？飛びすぎ。飛躍がすぎる。いや私は好きですけどね、水戸先輩。いや、ありがとうございます、本当に。ゆるみさんって、その、最高じゃないですか。いやいやいや。だから、そのなんか結構その、誰に対しても、あの、なんか、いい意味で態度が変わらないところがあって、そこがめちゃめちゃやりやすかったんですよ、私。え、そうですか。なんか褒められてるのに褒められてない気分。褒めてますって。なんでこれ？何？褒めてますって。私あの、最近あの、1日10回くらいあれ聞いてるから、あの、切り抜きのお金の歌聞いてるから。あれすっごいみんな聞いてくれる。ええやーってやつ。後ろに歌いますよ、お金の歌。あれ公式になっちゃうんだ。あれ公式にしてくださいよ。でもあれ、先輩の力で。聞かないと朝始まんなくなりましたからね。いや、怖い、それ。悪夢じゃん。でも最近めっちゃめでたいことありましたからね、レナさんも。めでたいこと。あー！てか、めでたいことだらけか？なんか、イベントとかもあったし。いや、なんか、二次三次、基本的に毎日、めでたいことだらけ、ね、うん。そうね、毎日誰かの誕生日みたいなノリはある。そう。うん、誰かが 3D 化して。そう、誰かが生まれて。てみたいな。そう。誰かが1周年迎えて、みたいなね。うん。そう。そう。毎日誕生日。毎日記念日。うん、本当にそう。うん。いや、今日はでも特別。あ、そうだった。そう。そうだった、そうだった。全然自分のことを意識せずに毎日が誕生日とか言ってた。二次三次の顔ですから、ね。そう。その通りよ。先輩は。そう。え、あ、なんて？ごめん、全然、なんか、ごめん。やばい、二次三次の顔ですからにその通りよって言っちゃった。私は、あんまり、そんなつもりないですからね。え、そうですか？いや、尊敬するとこ多いですけどね。人によって看板は違いますから。やっぱり、それは。みんな、人、それぞれの推しがいますからね。ああ、そうですね。そう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 。うん。うん、私も推してる一人ですよ、二度先輩。あざます、ありがとうございます。あっす。ポーカーねー。ポーカーねー。